おすすめのヘアアイロン、いろいろな価格帯のものがあって違いが気になりますよね。この動画ではガルちゃんみんのおすすめのヘアアイロンをまとめてご紹介します。絶対にヘアビューロン、高いですけど一度使ったら人生変わるよ。他の安いアイロンと比べて何が違うのか教えてほしいです。明らかにツヤツヤサラサラになるよ。これを使った日は髪綺麗だねって言われることが多い。安いアイロンでは髪がパサついたり焼けたような感じになるけど、それが一切ない。使ってるけど正直何がいいのか分かってない。でも高かったから絶対にいいんだと思って使ってる。それちょっとわかる。その時の湿度でも仕上がりが変わる気がするな。私は確実に髪質が良くなりました。スタイリング剤も頭頂部のアホ毛を抑える程度しか必要ありません。4年ほど使ったけど効果が分からず、もう何でもいいやと思って別のアイロンを使ってみたら仕上がりが全然違った。やっぱりビューロンはいいんだと思ったよ。高いけど壊れてもまた絶対買う。一昔前のこの写真のシリーズは良くなかったです。プレートがぴったりつかないようになってるので髪の量が少ないとしっかり挟めないし、外側もめちゃくちゃ熱くなるので髪を挟んでアイロンを手で押さえて通すということができません。それがすごくストレスでした。セブンディープラスストレートを使ってる。他のアイロンだと頭頂部の毛がピンピン浮いてしまうけど、これだと浮かないから仕上がりには満足。ただ重いし立ち上がりが遅いのが不満。スタイリング剤をつけずに使うのが推奨されてるので、オイルなどが必須の人には向かないかも。使い始めはサラサラになって感動しましたが、だんだん効果に慣れてきたのか、使いすぎで髪が傷んだのか、数ヶ月経つ頃には最初のような仕上がりにならないと感じるように。値段ほどは良くなかったな。私もぶっちゃけこの値段出すほどではないなと思う。高温で髪を扱う以上傷まないなんてことはないし、くせ毛で乾燥して広がる髪質ですが、まとまってツヤツヤになるよ。長時間キープもしてくれて自分の髪じゃないみたいで感動する。ただ髪が細くてボリュームを出したい妹には良くなかったみたい。髪質によって合う合わないがあるんだ。高いしよく調べてから買うのがいいみたいだね。サロニア使ってる。周りの友達もこれ使ってる子が多いよ。ストレートにするには十分だけどツヤはあんまり出ないかなって感じ。美容師さんにサロニアだけはやめた方がいいって言われたよ。温度が上がりやすいらしいね。例えば110度で設定してもそれ以上になったりするから、高温になりすぎて痛むみたい。滑りが悪いし時間がかかる。高いの使うと仕上がりも全然違うよ。普段からカラーを全然しなくてアイロンも時々しか使わない人ならいいと思うけど、カラーやパーマを楽しみたい人やアイロンを毎日使いたい人には絶対おすすめしないです。私毎日使ってるわ。頑固なくせ毛だけどこれを使うとすぐストレートになる。特に痛みは気にならないから髪質にもよるんだろうね。もともと髪に悩みのない人はサロニアでも十分だと思うな。私はサロニアのストレートとカールどっちもできるやつを使ってる。全体ストレートで前髪だけ巻きたい時とか便利ですよね。2台出すのなんてもう面倒くさくて無理。私もこれ後ろ髪は外跳ねカールして、前髪はストレートアイロンでほんのり内巻きにしてる。前髪もカールアイロンでやると丸くなりすぎるから。安いのに壊れないし私もいいと思うけどな。安いアイロンがいいならクレーツがおすすめだよ。私もずっと使ってるから新しく買う時もクレーツのものばかり選んでしまう。同じく他のも使ってみたいけど失敗が怖くて。高いのから安いのまで使ったことがあるけど、私の髪にはこれが一番良かったよ。滑りが良くて1回でちゃんとストレートになってツヤも持ちもいい。私も最近買ったけど気に入ってる。10年近く使ってるけど壊れないし、月に数回使うくらいなのでこれで満足してるよ。クレーツのカールアイロン愛用してる。価格も手頃だし毛束が滑り落ちにくい構造だからカールに不慣れな人も使いやすい気がする。私も使ってる。リファは細い毛束はスルッと滑って巻けないけど、これはしっかり挟んでくれて巻きやすい。担当の美容師さんに
グレースクレバーをおすすめされたよ。今のが壊れたら買おうかなと思ってる。私も美容師さんに勧められて買いました。機能と値段のバランスがいいと思う。うちにもあるよ。すごく使いやすいよね。これ持ってましたが、ストレートがメインの私には使いにくかったです。カールがメインの人向けかな。いろいろ使ったけど、ホリスティックキュアがダントツで使いやすい。私も使ってる。ツヤツヤになるよね。私はサロンムーン使ってるよ。温まるのが早いし持ちやすいし、髪が短くても挟みやすい。使ってます。何度も通さなくてもつるっとなる気がします。ナノケアを愛用してます。毎日使ってる。くるんくるんの天然パーマがまっすぐサラサラになるよ。本当にありがたい。私のは一個前の方だけど、めちゃくちゃ滑りが悪い。わかる。あと、そこまで髪にツヤが出ない印象。雨の日に使うと他のアイロンより髪が落ち着いてる気がするから、湿気の多い専用にしてる。私は使いやすいし、持っていて損はないと思う。私もめっちゃサラツヤになるよ。そんなに効果じゃないけど、いい仕事してくれるよね。起動が早いから時間がないときは助かる。高かったけど買ってよかった。わかるわ。起動が早いし、もちろん仕上がりもいい。サロニア使ってるときは前髪がパサパサだったのに、こっちは潤いが残ってる感じで満足してるよ。ノビーのアイロン使ってる方いますか？レビューを読むと結構いいみたいですが、どうでしょう？グレー買いました。使いやすいですよ。私も使ってますが、特に不満はないです。壊れてもまた同じのを買うと思います。アイロンはリファがいいよ。旅行の時友達に貸したら感動してた。私もヘアケア周りはリファだな。気になってるけど壊れやすいって聞くから迷ってる。1台目は1年以内に壊れて保証で交換。2台目は1年過ぎて電源が入らなくなりました。毎日使ってたけど1年ちょっとで突然壊れるんだよね。3台連続そうだった。サロニアからリファに変えたけど、使いやすいし髪がツヤツヤになるし感動した。私はボブで使ってる。軽いしおすすめだよ。他のアイロンだけど、使い続けてたら熱変性で髪がゴワゴワのパシパシになったんだよね。リファだとそうならないのかな。まだ使い始めて1ヶ月くらいだけど、そんな風になったとは思わないよ。仕上がりがしっとりしてるし、髪が柔らかくなった気がする。ヤーマンのスムースアイロンフォトイオン使ってる。いろいろ使ってきたけど、他のより傷みにくい気がする。私もこれいいと思う。いいよね。サロニアから乗り換えて、初めはそんなに変わらんなと思ったけど、こないだ久しぶりにサロニアを使ったらキシキシ感が半端なかった。やっぱり高いのは違うのね。ハイライトカラーしてて痛みも気になるので買いました。高いだけあってかなりいいです。立ち上がりが早くてプレートの滑りもいいし、綺麗なストレートになるよね。キヌージョいいですよ。ツヤツヤになります。私も好き。すぐ温まるし仕上がりもいいよね。私はストレートにする力が弱くて持ちも悪いと感じました。歌い文句のプレートに水をかけても引けないというのを試してみましたが、よくわかりませんでした。ただ立ち上がりの速さと仕上がりの髪の柔らかさは一番ですね。これは厚みがないので根元から挟めるのが一番のお気に入りポイントです。レンタルでヘアビューロン 4D と比較したけど、私はキヌージョで十分満足。しっとりまとまるから気に入ってる。プレート部分が開きっぱなしになるからおうち専用だけど。キヌージョのプロ用モデルラディアント使ってる。これ欲しい。使い心地いかがですか？手触りサラサラで、毎日使っても痛みにくいように感じます。ヘッドが薄いので根元付近にも熱を入れやすいです。私も使ってる。20秒くらいで160度まで上がるから、忙しい朝にとても便利。ヘアビューロンより価格が抑えめなのもいいね。プロ用だからコードが長いのがたまに傷。でも美容師さんがキヌージョよりも性能がいいよって言ってた。美容師ですが家でもラディアント使ってます。ハイトーンヘアですが毎日使えます。圧倒的にダメージが少ないアイロンです。美容院のアドストのアイロンでツヤツヤになったから自分のが欲しくて買ったよ。私も使ってる。プレートの滑りが良くて髪が全然引っかからないし、
温度調整を自動でやってくれるプログラムがあるからダメージが少ないと思う。私もこれが一番おすすめ。ダイソンのコラール使ってます。数千円のストレートアイロンと比べて挟みやすいし滑らせやすいし立ち上がりが早いので使いやすいです。おすすめのカールアイロンはアイビル。プロも使ってるくらい巻きやすい。楽天で5000円くらいで買えるよ。携帯用のアイロンでいいのないですか？美容師さんにリファをおすすめされたよ。コンパクトで持ち運びにいいと思う。ただ充電がすぐなくなるから普段使いには向かないかな。私も使ってる。確かに充電はすぐになくなるし髪も傷む気がするけど、雨の日は前髪が崩れやすいから会社や出先で使うのに便利。ポール&ジョーとビダル・サスーンのコラボが気になる。これかわいいよね。電気屋さんで見たよ。めちゃくちゃコンパクトで本当に手のひらサイズだった。アゲツヤのコードレスアイロンもコンパクトでかわいいよ。アイロンの温度は何度に設定して使ってる？160度かな。最大にしてるよ。190度。剛毛のせいか低い温度だとストレートもカールも全くキープできないんだよね。私は120から130度だよ。みんな高いね。じわーっと長い時間アイロンを当ててるのも良くなくて、適温で短時間でやらないと余計に髪が痛むよ。美容師さんに最高でも180度までにしてくださいって言われた。カールができなくて同じ髪の束に何回もコテを通してしまうのですが、一発で決めないと髪が痛みますよね。そうだね。180度でサッとした方が痛まないよ。低温で何度もやってた。気をつけよう。カールが出にくいならスタイリング剤やヘアカットを変えてみるのもいいかも。前髪を流すのが本当に苦手。まず前髪の束を流したい方向と反対向きに持っていってアイロンを平行にして内巻き、アイロンを外して髪が冷めるまで形をキープしてから流したい方向に流す。いつも言ってるところの美容師さんに教えてもらったやり方だよ。今早速やってみた。冗談抜きで今までで一番うまくできて感動した。ボブだけど毎日毛先をワンカールしてる。左はうまくいくけど利き手の右は下手くそ。利き手側は難しいよね。腕も疲れるし、肘が上がりすぎたり下がりすぎたりしてないか確認してみて。カットの時に美容師さんにやり方を聞いて教えてもらうのが一番おすすめだよ。アイロン使う時のスタイリング剤ってどうしてますか？巻く前にオイルはつけない方がいいですよ。髪が痛むし硬くなるって美容師さんから教えてもらいました。私は何もつけないのはフライパンに油をひかず焼いてるようなものと言われたことがある。どっちが正しいのかな。オイルでコーティングされた髪は水分の蒸発を防ぐから形が決まりにくくて、何度もアイロンを当てることになるから結局傷んでしまうよ。オイル自体も熱を与えられると高熱になるから、アイロン前専用っていうの以外は使わない方がいいと思う。オイルは濡れた髪につけるもの。オイルをつけたらドライヤーで乾かしてコテで巻くってプロが言ってた。超スタンダードなやり方だね。オイルにせよウォータータイプにせよ、アイロン使うときはしっかり髪を乾かしてからが鉄則。初心者のときオイルつけてアイロンを当てたらジューって音がして焦りました。スタイリング剤はいろいろ試したけどサラノが一番良かった。私は N ドットのベーススプレーが好き。熱のダメージから守ってくれるしカールもキープする。かといってパキパキにもならない。香りもいい。リファのロックオイルってどうですか？やはりアイロン前に何かつけたくて。いいですよ。ツヤも出るしカールの持ちもいい。スタイリング剤をつけてもすぐにカールが取れちゃう。何が悪いのかな。私もネコッケのロングですぐにカールが取れちゃうけど、ヘアスプレーしておくと全然持ちが違うよ。スプレーの後にヘアオイルも軽くつけておくと湿気で膨らんだり表面ちりついたりしないし、しっとりカールが長持ちする。何のスプレーを使っているか教えてください。ミルボンのジェミールフランニュアンスアレンジスプレーがおすすめです。 N ドットオムのロックヘアスプレーもいいよ。少し離してふわーっとかけてね。触ったら確かに硬いんだけど見た目は全然。ツヤ感も出て綺麗に仕上がるよ。お気に入りを見つけて梅雨の時期を乗り切りたいですね。あなたが使ってるヘアアイロンの使用感もぜひお聞かせください。皆さんからのコメント
毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。